これからウィップのレクチャーするんですけど、結構なんか1年生が主だと思うんですけど、まあ、2、3年生も聞いてるので、なんかあと2時間あるので、なんか結構いろいろ内容を詰め込んじゃったかなっていう気がするので、なんか分からないところとかあったらどんどん聞いてほしい。特にちょっとあんまりこのスライドとかにもほとんど具体例とかあんまりそれなんかそんなに入れてないので、なんかそれってこの依頼だったらどうなるのとか、どんどん聞いてくれた方がためになると思うし、僕としてもありがたいです。目次としては、すごい目次では大雑把なんですけど、まず1分の、まあ、ルール的な部分、そもそもどういうものなのっていう部分と、その後は、まあ、重い時間をかける1分って何をするのかっていうのを、まあ、書いてあるみたいに、まあ、まずは多分1分初めての人もいると思うので、ちょっととりあえずこれをやれば大丈夫っていう部分と、あとは細かい考え方とかを話していこうかなと思います。じゃあまずはウィップって何なのっていう部分です。まあ、いないらしいですけど、まあ、同期としてはい、まずウィップのそもそもの役割なんですけど、まあ、コンスのスピーチとしてはファーストとセカンドがいて、最後に単純にしゃべるので、まあ書いてるように試合を最後にまとめ、反応しながらまとめるっていうのが主なロールです。なのすごい教科書的には、まあ役割が、まあ、ロールフルフィーメントとかブリーフィングで言うと思うんですけど、まあ、自分の議論を何言ったのか整理して、まあ反応したり反応したりして守りましょう。それで、まあ、自分の議論と相手の議論が、まあ、いろいろごちゃごちゃ言い争ってると思うから、要するにこれってこのアクターに関する話だよね。とか争点をまとめて、まあ、それでその争点でこれが一番大事で、これを持ってったって示した感じだよねっていうのを説明した上で、なんでこの争点の中だとこういう議論があって、これはこうでこうでこうでとか反論して、まあ、結論この争点でこっちが取ったから、まあ、こっちの勝ちだよねっていうような流れで説明しましょうっていうのが、まあ、本当に教科書に書いてあるようなウィップの役割。ただ、まあ、DPM やったと思うので知ってると思うんですけど、新しい議論はダメです。ただ、新しい議論っていうのが何なのかっていう部分で、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ基本的に、まあ、これは海外のレクチャーの音源とかにも書いて言ってたりするんですけど、大体反論として差し込めば大丈夫です。だから何だろう、多分おそらく新しい議論の、定義としては、なんか S 級だけ出してて AP をいきなりウィップから出したよねっていうのは多分既にある、なんかの問題に関する議論が結局どうなるのかっていう現在の既に出てる議論の延長なので、多分そもそもニューではない。おそらくニューなのは、例えば子供の話しかしなかったのにいきなり、女性の話をし始めたとか、先生のに影響があるとか言い始めたって言ったら、多分それはその人に関する話は全然しなかったよねっていうことで、さすがにニューになってしまう。なんか一番わかりやすいニューアーギュメントの例かなと思います。ただ反論として使った場合は、多分その子供に関する影響について、いやでもそれって先生とかいるせいで子供に関してそうではないじゃんみたいな感じで、今まである議論に関してその別の登場人物が影響を与えて、今まで出てる登場人物に対して何か影響を与えるっていう議論なので、おそらくそのあくまでも今まで出てる争点に関する影響なので、ニューにはならないです。というか無理やりニューじゃないけど反論の中で見せることも可能です。まあ、でも結局、結構ウィップは、まあ、いきなり全然違う話を したらダメだけれども、結構、まあ、自由度はあるっていうのはルールとしても、まあ、覚えておいていいかなと思います。それで、まあエイジアンのウィップの話なので、他との違いを少し触れるんですけれども、少し結構印象として以上にそんなにないと思っていて、まあ、一応話すんですけれども、 BP はその4チームいて、その中の1チームとしてどう勝ったかっていう話をするので、自分のメンバーが出したエクステンションっていうのがすごかったんだ
とか、あの一部から無理やり反論して結論うちのメンバーが一番まともなこと言ってたよっていうふうに強引に示したりとかいう感じで、結局その自分が言ったことをサポートするっていう印象が強いので、どちらかというとその試合の解説、試合の中でこういう話をしたから意味があったよねみたいな、自分が何をしたのかっていうのを説明するような、まあ、役割が大きいです。まあ、リプライがないっていうのもその、まあ、まとめる役割の重要さを挙げていると思います。レイジャンは、まあ、相手しかいない、つまり相手を潰したら自分が相対的に上がって勝てる、まあ、あとリプライっていう後ろにまとめてくれる人がいるっていうのもあって、どっちかっていうと議論を細かく反論するっていう方に時間を割くことができるし、まあ、割いた方がいいです。それは、まあ、下にも書いてあるんですけど、リプライとの違いっていうのが実はほとんどなくって、正直リップはまあいろいろ細かく言おうと思えば言えるんですけど、正直印象はまあ実はほとんど同じで、リプライが反論ができるくらいの印象でいいと思います。ただそのだからどう再化すればいいんだとかいうふうに考えるよりは、だからそのまとめるとか細かいなんかコンパリみたいな部分はリプライに回して、リップでは結構あの分析に関わる部分をに時間を割くようにした方が、まあ、そのチームとしては戦略的かもしれません。なので、まあ書いてエージャンの部分の下に書いてあるように、議論への直接の反応とか分析に7分のどれだけの時間を使うかっていうのを意識した方がいいかなと思います。なので結論としては、まあ、すごい的確書いてるんですけど、エージャンの一般特に、まあ、BP もなんですけど、まあ、7分のうち、まあ、6分とか5分半ぐらいは反応に使うような、まず反応を並べていくような印象で、まあ、考えてくれればいいかなと思います。ただ反応したからといって自分勝手なのかよく分からない、結局なんかいっぱい反応してたけど結論どうなったのか、結局自分の議論が立てないかもしれないとか、いろいろごちゃごちゃしてよく分からんってジャッジに印象を与えたら、せっかく反応しても勝ってるように見えないかもしれないから、下に書いてあるようにここを潰したからこっちの方が残ってて勝ってるよねとか、あっちを潰したのに比べて自分のは立てるよねみたいな、少し整理する役割とか自分の議論を補強する役割が必要で、まあ、それがまあ場合によるのと、まあ、そういう細かい部分をまあこれから話そうかなと思います。今のところ大丈夫ですか？まあ、ここはなんかベーシックな部分なのでそんなになんですけど、あとちょっとここではちっちゃく書いてるんですけど、なんかエイジャンのすごい一番大事なテーマとしては、下に書いてあるその相対優位、相手よりは仕事をできてる、相手よりは何らかの争点について自分の方がいいことをできてるっていうのを示すのが大事です。っていうのは相手が1個しかいないから、相手よりも上だったら勝ちだから、相手が何かを示してても相手それとは別の何かをもっとよく示してたら勝ちだから、それを説明するのがまあなんか一歩の仕事です。で次具体的な部分に入るんですけど、まあこの下の4つの部分です。基本的なタスクとしては、まあ、さっきからしつこいんですけど、まず異臭立てをしてすごい時間に反応に時間を使って、でちょっと自分の議論を整理したり補強したりして、まあ場合によっては企画っていう感じになると思います。なのでいろいろやり方あると思うんですけど、まあ、これを初めて一歩やるような人の目標としては、まあ、とりあえずいい反応をいっぱい並べましょうっていうことになります。いろいろ工夫の仕様はあるけれども、特にそのジェミニ杯ぐらいまでは、まあ、上手い人も含めて、そのジェミニの中で上手い人も含めて、なんかすごい綺麗に形を作るっていうよりは、とりあえずいい分析を並べていくっていうのの方が目標な、目標にすべきだし、実際そこからじゃあこの分析をどううまく伝えるかって言って、まあ、プレゼンの方が変わってくるっていう感じになる気がするので、どちらかというと中身を重視した方がいいと思います。これは初心者向けのこと。それで異臭の一番基礎的なところなんですけど、とりあえず困ったらこういう形の英語の部分はいろいろ場合によって変わると思うんですけど、ような異臭、こういう異臭だけをするといいのかなと思います。まあ、少し英語はガバとここで違うんですけど、言いたいことは要するに同じで、
例えばオポの方が分かりやすいんですけど、オポは結局ガバに問題はあったのって言って、相手の問題に対して他の方法があるとか、それって問題じゃないでしょって反論しまくって、まあ相手の議論ってそんな重要じゃなかったりとかないよねって1個目で示した上で、2個目でこの政策取るとすごいやばいことあるって言ったじゃん、いやこうやばいんだよ、その相手って反応しなかったけどとか、自分の議論を補強して相手がメカニズムないって言ったけど 実際起こるじゃん、こうやっていろいろ理由あるんだしって言って理由つけたりして、自分の議論を補強して、まあもしもフィロとか細かいのがあったら最後につけるっていう感じで、でも一番ベーシックなのってやるのは相手の議論を潰して自分の議論をまあ補強、まあ、ちょっと強くし直して、だから結論自分のが立ってて相手の方が潰れてて勝ちだよねっていう、自分のと相手にとりあえず触れるっていうのをやってくれればいいかなと思います。なんかイメージとしては一つ目の異臭でも6分ぐらいまでスピーチを使っちゃって、まあ2つ目でちょっと補強してぐらいが、まあ、よくある3つなのかなと思います。ただ場合によって変わるのでそれはちょっと後で触れます。いやとりあえずなんかどう説明するのがいいのかなっていうので困ったら、こういう方に落とし込んでとりあえずいい分析を入れていくっていうことをしてくれればいいのかなと思います。まあこれはとりあえずなんか初歩的な部分って感じで、ここからまあいろいろなんか自分の考え方とかを伝えていきたいと思います。それで反論の目的っていうのは、そのそこで、まあ、具体的な反論に入らずに反論の目的に入るんですけど、どういうことかっていうと、その反論って具体的な分析をぶつけることだと思うんですけど、でもその、まあ、先輩に言われたことがあるかもしれないけれども、まあ、全部に反論する必要はないっていう時に、まあ、その全部で書かなくていい、ただ大事な部分だけ削って自分ののほうが残っているように見せた方がいい。だから例えば自分が今回ガバとして、まあ、なんかとりあえず3つ異臭がありそうだなって言って、1と3で負けてて、まあ、2では勝ってるって言ってこの試合で勝ちたいならば、まあ、おそらく特に1の方がやや負けてそうだから1を必死で削りたいってなると、その場合によると思うんですが、理想的には1も3も潰したいけれども、とりあえず1を優先して潰したいから、まあ、そこに対してその7分って時間かけられてる時に、まあ、なんかこういう感じで反応して真ん中に水かけになるぐらい持っていきたいっていうところがあると思います。そこでまずはその具体的にどう反論するかって話をして、次にまあ一緒に対してどう対応するかっていう話をします。なのでここは具体的にどう反論するの、なんかしたいところが見つかっているという部分です。それで反論についてなんですけど、その前にその議論ってどうできてるのっていう話をしたいと思います。それでその議論っていうのが、まあ、アーギュメントなんですけど、それが、まあ、おそらくすごい一般的にするなら、すごい全ての議論に当てはまるように大雑把にしてるんですけど、すると、まあ、2つ大事な要素に絶対分かれるのかなって思います。それがこの2つで、1つ目がなんか議題っていうのが、なんか政策をとってなんか変化がある、あるいはなんかビリーブザットとか言ってなんか2つの世界を比較してると、まあリグレットのモーションでも今のなんか世の中良くないよねっていう以上は、今の世の中に対してもうちょっと今の世の中より良くいいと思える世界があって、それよりもちょっと残念な世界だよね現状って言って比較するっていう感じで、まあ、変化あるいは2つの世界の比較になっているので、その2つの世界の間の変化とか差っていう部分がまずあって、その次に絶対に価値判断っていうのがあるっていうふうになってます。当たり前のようで大事なんですけど、なんでかっていうと、その何かが起こった、人が死んでるって言っても、なんか政策を取る、あるいは、この議題を取る理由になるとは限らないっていうのはすごく意識してほしいです。というのは、政策を取るっていうのが、まあ、特になんか EU とか書いてたらすごい露骨なんですけど、その EU なり、まあ、デサウスブルーなら政府になると思うんですけど、
政府が動く理由になるのかっていうのは別の問題だから、そこでまあ例があるんですけど、例えば学校の議題でなんか学校に関連してまあ子どもの犯罪とかまあいろいろ言えると思うんですけど、そのなんか学校が動いたら犯罪がなくなるって言えるかもしれないけど、学校が動く理由になるかっていうとわからない。例えば犯罪ならそれは警察が動いた方がいい、学校がやる仕事かではないかもしれない。まあ下は極端なんですけど、まあ、家族の喧嘩とか、まあ亡くなった方がいい、誰かが動いて止めた方がいいには決まってる。ただなんかなんでその誰か、まあもしかしたら政府かもしれないが首を突っ込まなきゃいけないのかは別の話で、そのなんかこの人が動いたら世の中良くなるっていうのは、この人が動くべきっていうのとは違う問題で、そのあくまでも示したいのはその政策っていうのが誰かが何かをする、その政府が何かを禁止するみたいな感じで、そのこの人はこれをすべきだっていうのを示すものである以上、そのこの人はこれをしたらこう良くなるっていうのは、この人がこれをすべきっていう理由にはなるんですけど、あくまでその示したいのはこの人はこうすべきである以上、その変化だけでは不十分っていうのは覚えておいてほしいかなと思います。なのでその反応を通してその変化って起こんないんじゃないとか、なんかそれってまあ悪そうなのは分かったけどこの人は動く理由になってないんじゃないっていうのを指摘していけるといいのかなと思います。さらに細かく続くんですけど、それで今のは議論がどうできているかっていう部分で、その大体の議論は否定しきれないので、まあ、多分削るというか弱めるっていう感じになると思います。なのでその議論ってどういうふうに、まあこれはジャッジによると思うんですけど、まあ、大体のいいジャッジっていうか、まあ、大体のジャッジはこう考えてるかなっていうので、まあ、議論の強度、立ち具合について話すんですけれども、例えばなんかこれ例で書いてあるのが、なんかフェミニストムーブメントの議題で、まあ、女性の権利団体がなんかそういう大体フェミニストムーブメントがなんか支持すべきだとか言った時に、もしかしたらお子がそんなものを支持したら社会で評判が下がってなんかいろいろできなくなるとか言うかもしれないっていう時に、そのなんかそのちょっと気持ち悪いものを支持して評判が下がってなんかいろんな他の団体活動に支障が出るっていうのは想像できるけれども、なんかありえるけれども実際どのくらい影響があるのかっていうのは別の次元で、だから起こるっていうのを示したのと、それがどのくらい影響があって変化があってなんかやばいことが起こるのかっていうのは別の次元で、そこのなんか間を、まあ、理解するっていうか、そこに対していろいろ言ってるけど結局なんかあんまり議論立ってないなとかいうところに着目できると、まあ、効率よく反応すべきところを見つけられる、あるいはこの議論ってどうでもいいなって言って間立ってないよねって指摘して終わることができるのかなって思います。そこでまあ、特に大事にしたいのが、まあ、ちょっと掛け算で表してるんですけど、まあ、それがどのくらいの人に影響するのかと、まあ、どのくらいの影響があるのか、その人に対して、まあ、一番極端なのが多分死ぬとかで、まあ、そうでなければなんかちょっと金銭的に苦しむかもしれないし、ちょっと精神的に辛いかもしれないし、でその、まあ、それと同時にそのそれは起こったって前提で、ただどのくらい起こるのか、本当に現実味があるのかっていうところで総合して、なんか結構起こりそうだけどなんか怪しいなとか、あでもこの悪化については起こらないかもしれないけど起こったらやばいなとか、いろいろ総合してなんかそのなんか何かが起こるっていうのが、まあ、できてるのかなと思います。なのでそのそういう細かい部分の結論説明がないとなんかよくわからんと、まあ立ってはいるけどよくわからんっていうのがジャッジの中に残ってるとっていう時に、そのどうウィップとして対応するかっていうか、まあ、反応したするかっていうところになるんですけど、そこでまず今の話したところで、ちょっと実はちょっとここ説明ちょっとスライドあんまり良くないんですけど、その強度の部分で
議題から生じるって言った時にその変化って言っても変化が何か起こって結果としてそういう帰結だから女性にこういう影響があるっていう部分 と女性に影響があったから誰か動くべきっていう風になってるので、まあ、変化が起こったら帰結があるっていうのが当たり前なので、まあ、分けてるんです、一緒にしてるんですけどちょっと反論する上ではちょっと別なので変化と帰結っていうのを別々にしてます。で変化だ何とか起こるっていうところの説明なんですけれどもまずはその変化のプロセスっていうのが、まあ、実は細かく考えると、まあ、あの風が吹けば桶屋が儲かるみたいに細かくいろいろ分けられると思います。例えばなんか事件が起こって、まあ、そういう政策でもいいかもしれません。それでコンサーバーみたいなところで世論が変化してそれで世論がされておかしいだろって湧き上がってるから政治に影響があって予約法律が変わってなんかそういうバックラッシュっていうのが法律的な意味で影響があるとかやった時になんかバックラッシュによってむしろそのコンサーバティブなノームとなんか法律がより強まって法、よりマイノリティが住みにくくなるんだとか言った時になんか実はいろいろプロセスがあるだろうと相手は話しないけどよく考えたらいろいろ団体が組まれてそれって起こるんだよねっていうところがあると思います。これはなんか現実その正解があるっていうよりはこれってそれが起こるならこういう段階を踏んでるはずだよね自分で想像するする能力をつけるというか、まあ、ちょっと現実的にツッコミを入れる感じで考えてくれればいいと思います。で次が多分一番大事なんですけど反応する上でその相手の議論を否定するっていうのがそのこういうことが起こったらこういうことにつながるよねっていうその一つシナリオがこの例だとまあなんか複数につながってると思うんですけどその相手の議論っていうのはそのプロセスが全部その順をつながらないと起こらない。なのでそのそうじゃなくて違うプロセスを経るんじゃないかとかそういうふうにつながるって言ってるけれどもそうはいかずに別のシナリオに進むんじゃないかっていうふうになんかより現実的な別のプロセスあるいはその話の展開をぶつけるっていうのが、まあ、結構反論っていうものなのかなと思います。なので多分今の2つに分けると1つは相手の話の展開っていうのがそんな現実的じゃないんじゃない普通起こんないんじゃないっていうふうに指摘することともう1つは相手そう言ってるけど普通こうなるんじゃないっていうふうに別のプロセスをぶつけるっていう2つに分けられると思います。なのでそういうことをその反応してぶつけるっていうのがまあなんか結構大体反応なのかなってだからその、まあ、うまいディベーターっていうのはいやそうじゃなくてこうでしょとかより現実的に丁寧に英語で説明したりして、まあ、現実味のあるように説明する現実味のあるように説明するっていうのは、まあ、話が具体的だったり、まあ、その理由がついてるから、まあ、そのディベートとして、まあ、それって確かにそうなんだろうなって説得力がついてまあ、評価しやすくなるっていうのを総合的にそのだから画家が言った何かが起こるっていうよりはおこが具体的に理由を作る説明したのの方が、まあ、確かにそうなるっていうふうに信用に足るからそのプロセスを取って画家の言う結にはならないだろうなっていうのを言えるといいのかなって思います。なんか自分がこの、まあ、これって結構ロジックそのものにもなるんですけどなんか例として考えているのはそのちょっと極端な例なんですけどそのバラが何色かっていうのを考えているときにバラが白いって言ったらそれはまあ聞いてる人も確かに白いってなる。ただそれはそのバラがいろんな色があるのを知っている通り、まあ、その正しくは 100% 正しくはない。ただまあバラって白いよねって言ったらまあ確かにそれは事実として正しいし、まあ、現実味があるから。ただそれに対して、いやバラって普通は赤いでしょって言ったら、まあ、確かにってなる。だからそういう交流というか反応を経たら、おそらく、まあ、それ赤と白どっちの方が多いかっていうのは個人の主観によると思うけど、まあ、多分赤の方が多いっていうのが自然なのかな。なので、いや普通は赤いでしょって言ったら、まあ、確かに、まあ、赤の方が多いな。
じゃあバラって普通は赤でたまに白があるくらいだろうなっていうようなジャッジの印象を与えられる。でそこでもしもそのバラって普通白いじゃん、特にこういう地域では白が多くって、まあなんかいろいろ背景があって白で、例えばああいう時のドラマに登場したバラって白いじゃんとかいろいろ理由がついてたら、いやバラって普通赤いでしょって言われても、なんかまあでもいろいろ具体的になんか確かに白っていろいろ説明されてたのにそれだけじゃんなってなるかもしれないっていう感じで、そのここで何を言いたいかっていうと、そのディベートの中で何かが起こるとか何かが何だっていう説明自体がその本当に正しいっていうよりは、なんかそういう場合もあるよねっていう現実的な状況あるいはなんか話っていうのを出して、実際これが普通じゃんっていうのをなんか理由とか例とかを持って補強することによって、まあ、その一部では正しいものっていうのがこの試合の中では大に正しいっていうのを示すっていう感じの作業になります。なので反論も同様に相手で、まあ、そういう場合によっては正しいけど普通はこうじゃないとか、まあ、こういうこともあるじゃない、で今回はこういう理由とかこういう例とかを踏まえてこの場合の方が自然じゃんっていうか、あっちのって全然関係ないじゃん、普通じゃないじゃんっていうのを通して、今回はこの場合ではこっちの言ってるシナリオとかなんか事実の方が普通なんだから、あっちのっていうのは、まあ、ないよね、非現実的だよねっていうように、説明するっていうか考えてくれると少し反論がやりやすくなるのかなと思います。なのでそういう普通ってこうじゃんとか現実ありそうな話とかありそうな状況っていうのをすぐツッコミのごとく出せるとか、まあ、思いつく説明できるっていう能力が反応にすごく大事だと思います。なのですごい正解である必要はない、ただある程度まあありそうな話プラスいや普通こうじゃんって無理やり言うような説明の理由とか、まあ、例とかをつけるっていうので、まあ、細かい差が決まるのかなと思います。で補足として、まあ例えば今のなんか普通こうじゃんって言った時に、普通こうだからそれは相手のが起こんないよねっていう風に言ったら、まあ、多分それで終わりなんですけど、場合によってはいや普通こうじゃんって言った帰結をたどると、まあ、むしろ自分のアーギュメントになる場合があるかもしれない。そしたら多分、まあ、フリップっていうようにその相手のようにはいかなくって、実は普通はこうなるんだから、で普通こうなるっていうこれをたどったらむしろベネフィットじゃん、ハウじゃなくっていうふうに、まあ、思いついたプロセスによっているかもしれないって言ったら、もう反論途中でもなんかそうやって普通パシッて言ってくれると大丈夫、だから逆にベネフィットになるって言って、その2個目の反論でちょっと汚くなるけれども、まあ、どんどん、まあ、言えるならば差し込んでいいと思います。その場合はなんか普通こうなるじゃん、でこうなったらこういいことがあるじゃんだって言って、ちょっとそこでコンストする感じでいいかなと。でもう一つはその今の変化っていうのを話したときに、ちょっと今まで突っ飛ばしてたのが、その何かが起こるって言ったときに大体、まあ、人が動いてると、誰かが何かを受けて何かを感じて、なんというふうに動いて、それがそう動いた結果誰かが何かを感じて何か動く。その例だったら、なんか事件があって一般人が何か感じて湧き上がったと、で湧き上がったのを政治家が受け取って、政治家としてはその何らかの受け取り方をして何らかの動きをするっていう感じで、人の心情に関するところが大半です。なのでそのそこでそのいわゆるインセンティブっていうと思うんですけどが、まあしつこく言われることになるのかなって思います。だからその大体そのメカニズムっていうのを決めるのが、誰がどういう時にどういう反応するのかとか、どういう人なのかっていうのによって決まってると。だからそこを説明してあげると、それの人、そういう人って普通こういう人じゃん、こういう人ならそういうのにそう反応しないじゃん、こういう人なら普通こう反応するから大体おかしいじゃんっていうような説明の仕方になる。そういう前提を話すと、相手がなんかこう動くじゃんって言っても、そもそもそういう人じゃないんだからっていうふうに、まあ、切りやすいっていうのもあるので、まあ、その説明、その相手の話を聞く視点として、あとはそのより強い反応として、まあ、そもそもそういう人ってどういう人か
っていうところから分析するといいかなと思います。まあ、あとは想像する材料になるかなと思います。こういう人ってなんかそういうキモいものを見た、一般人ってそういうなんかちょっとグロテスクなものを見たらどう反応するかなとか、なんかちょっとすごい戦場的な暴力的な事件とかが出たらどういうふうに感じるかなっていうのは、それは場合によっては一面的にはすごい不安に感じるかもしれない。一面的にはすごい怒りを感じておかしいだろうって立ち上がるかもしれない。まあ議題とか自分のサイドによってすごいその一面的に正しいものは違うと思うんですけど、でもそれは全部まあありそうな話だなとなると思う。そこを自分にいいのを一個引っ張り出してきて、そのそういうなんか立ち上がる人が大事なら、普通人ってそういうおかしいと思ったら立ち上がるじゃん。自分にも巻き起こってほしくないし、その絶対にその正義感っていうものがあるからっていう時に、相手 の, その逃げたりするって、いやいるけどそんな普通じゃないじゃん、普通はおかしいって言って議論が巻き起こるじゃんとかいう感じで、その相手がなんかちょっと確かにと思う話をしても、それと同じくらいまあ一部では確かになものを引っ張ってきて対抗するっていうことをしてほしい。それで追加でなんですけど、さっきからちょっと言ってるみたいに、そのプロセスっていうのが何か起こるっていうのはなんかいろいろ細かく分けられます。なのでその細かく分けたのに対して逐一反応していくと、まあ例えばイーブニングとかになるのかなと思います。だからこの例だとまた同じなんですけど、まあ、事件が起こって世論がすごい怒りを感じるって相手が言ってる時に、いやそうじゃないんだよ、もうちょっとは世論ってなんか落ち着いた対応するんじゃないとか言って反応したりするかもしれない。でまあ起こったとしてもそれってそんなに政治家はすぐなんか飛びついて反応するとは限らないんじゃないとか言って、まあ、それでさらにイーブニングで政治家はそうやって本当になんか順応してとかなんかコピーヘッドラインに対応したとしても、そのそういう政治家が法律変えられるほど影響力を持つとは限らないんじゃないとか、そのいろいろこれは手順っていうのを自分で無理やり広げていくことになると思うんですけど、それでいろいろ段階を思いついたならそこに別々に反応することによって、まあなんかいろんなんか重層的に反応できてるとか、まあ点数稼ぎっていうのができるのかなと思います。これはなんかちょっと事前に聞いてる質問コーナーのなんか自分のパートナーに試合が終わった時に同意から無理やり負荷を伸ばすとかっていう話があったので、まあ、例えばこういう無理やりプロセスを抜き出して、いやここが正しくてもそれが起こるにはもう一ステップがあって、そこのステップでなんか違うプロセスに行くよねっていうところをしてくれると、まあもうちょっとさらにぶっ潰してるっていう感じになるのかなと思います。まあ、総合して結論で言いたかったのは、その何とか起こるっていう変化のプロセスを考えるときに、その変帰結には至らない普通、いやだから 0.01% いかあるかもしれないけれども、普通はこのプロセス A とかこのプロセス B に至るわけで、だからそれっておかしいよねっていうのを説明するっていうイメージで、厳密にどんどん削っていくっていうのを大事にしてくれるといいのかなと思います。今のところなんかちょっとバーって話してるんですけど大丈夫ですか。はい、で次にその、まあ、変化は置いといて、何か起こったと仮定してその起こったものについて考えましょう。でここは変化と同様、何か起こったって言った時に、大体このディベーター考えてるのって世の中を良くしたいって言った時に、大体人々が悩んでるのを苦しんでるのを良くしたい、おそらく、まあ、動物もあるけど、まあ、動物にしても多分大体動物を気にするのは、動物を気にしてる人がいてその人が辛いから動物を良くしてそれとハッピーにしましょうっていう、まあ 100% かわからないけれども、まあ、ほぼ間違いなく誰かにとって、あるいは世の中全体の多くの人にとって、人にとっていいっていうところに返ってくるので、結論そのさっきメカニズムでも話すように、人がどう感じるかっていうところで結構そのハームが何であるのかっていうのも変わってくるっていうか操作できると思います。なのでその人がどういう考え方をしているのか、何に対してどう反応するのか
ていう部分を細かくちゃんと分析すると、相手が分析してないところ、いやその人って、まあ、そういう辛いのって乗り越えられるじゃんとか、まあ、そうかもしれないけどそんなにやばいのこういう人、こういう普通の人ってとかいうところを説明とか着目すると、まあ、その人がそれを受け取った時にどう動くのか、どう感じて辛いのか、本当に嫌なのかっていう部分を変えれるかなと思います。それでその今は帰結に対してどう対応するかっていう部分だったんですけど、そのウィップとしてもう一つあるのがおそらくそこにちょっとさっきちょっと詰まった部分が入ってくるんですけど、もしかしたらメカニズムだけあって帰結がないかもしれないっていう時に、まあ何か相手の議論中途半端に立ってないとどうしようかとか、まあ、そこで何か困ったりすると思うんですけど、そこはしっかり指摘しましょう。本当にその、なんか相手が経済の議題でなんか投資が増えるっていうのを言ってたと、それは正しいかもしれない。でも投資が増えてどう誰にいいのって話してないじゃん、それってメカニズムだけであって議論じゃないじゃんっていうのを指摘するのがすごい大事です。っていうのはそれを指摘しないと、まあ、投資があってなんか良さそうなことが起こるっていうのがふわっと残ってて、でそれで反応しにくいなって言って触れなかったせいで反応されてない、まあ、ありそうな話が残ってるって言って負ける可能性っていうのは全然あるから、それはまずいことです。だいたいそういう、まあ、正しいメカニズムだけ残ってるっていうのは削りにくいから、なんか反省してないのにそれが反応されてないからって評価されて、なんか後味悪く負ける、だってよく分かんなかったの、でもなんか、まあ、確かに 残しちゃったし負けてもなんかなってなってしまうっていう時にどうすべきかっていうと、とりあえず指摘しましょう。それが反省してないっていうのを指摘するだけでジャッジとしては意味があります。っていうのはその触れてないっていうのがジャッジとしてなんか評価しなきゃいけない理由になってるので、それって分かるけれども、それがどういう帰結につながるのか、どのくらいその投資が意味があるのかっていうのを話してないよね、特にそんな重要な議論じゃないよねっていうふうに触れてあげるっていうことをするだけで、まあ、全然変わると思います。で、まあ、余裕があったら、まあ、その触れるだけじゃなくって、まあ、勝手にその帰結がないときに、それってまあ分かるけどこれそれっておそらくこういう帰結につながって、その帰結ならばそんな重要じゃないよねみたいに勝手に議論を完成させて潰すっていうことを、まあ、余裕があるならすればいいと。で、ここが、3番目か、帰結についてさらに追加なんですけどさっきはその帰結をメカニズムと同じみたいにそう感じるとは限らないよねっていうふうに、その相手のそんな怒らなさそうに見せるっていうところだったと思うんですけど、もう一つ方向としてあるのが、いやそれは正しいよ、確かにそういう人はいるかもしれない、いるかもしれないけどそんなにいないよねっていうふうに、そのむしろ今それってないじゃんっていうふうに頭ごなしに否定してたんですけど、むしろ受け入れて、いやそうやってその超やばいからこそそれって例外的だよねっていうふうに狭く、積極的に狭くする、認めるけど狭いっていうふうに説明するっていうのも、まあ、場合によっては効果的だったりします。なんでこれをあえて、まあ、なんかちょっとかぶるのにあえて言うかっていうと、頭ごなしに否定するとその相手の話が、まあ、ありえるのに頭ごなしにないって言っちゃうと、ジャッジとしてはなんかずれてる印象を受けてしまうっていうのは、ないっていうのは正しくないから、そのあるけれどもそんなにないとか、その本当に超例外的にある話でこんなに広くはないっていうけれども正しいのは正しいっていうのに対して That's not true って言っても、ジャッジとしてはちょっと反応として有効じゃなかったなっていう印象を与えてしまうかもしれないっていう時に、やるべきなのはそのもしかしたらむしろジャッジに評価がとして高いのは、それは正しい、正しいけれどもそれってすごい都合いいというかすごい狭い話で、なんか1000人に1人に対してあり得るかもしれないけど、それってすごいどうでもいい範囲の話じゃんっていうふうに言って、で普通はこうじゃん、で普通だったら本当に影響ないじゃんっていうふうに説明した方が評価高いかもしれないっていうのは、
相手の話っていうのがを受け入れて戦ってるから、基本的にその反論っていうのは潰していくのは大事なんですけど、その潰していくってなると相手の言ってること、自分の言ってることがガチンコで戦うので、そこでまあどっちが勝つかは分からないのに対して、その相手が何か言ってそれは正しいけどそれってそういう意味じゃないよねっていう説明の仕方をすると、そのどっちも正しいって言ったものがどう解釈されるかっていう感じになるので、そのじゃあ試合としてもジャッジとしてもそのより立ちやすいっていうのは、そのなんか言い争ってるんではなくって、単純に相手がそのそれがどういう意味を持つかとか、それが起こった後に何があるのかって説明しなかったせいで、相手側がじゃあこっち側として、それ正しいけどそれってなんか少ないよねとか、それって需要じゃないよねっていうふうに違う、さらに追加の解釈を加えたっていう、相手が説明しなかった部分っていうのを補強し、まあこっちにいい意味で補強したから立ってないっていう感じになるので、まあ、より残りやすい反応あるいは指摘になって、まあ、有効な場合が多いのかなと思います。ただこれはなんかちょっと経験を積んだりいろいろ考えて、まあ、いろいろして、してくれるといいかなと思います。で今その議論の構成の1番目について話したので、次がそれをどう捉えるかっていう部分に移ります。でまずは、まあ、さっき秘訣がなかったよねっていう場合を考えるときみたいに、プリンシプルがない場合について考えます。それっておそらくなんかすごいやばいことが、それが解決的素晴らしいとか、この政策するとやばいって言ってると と思うんですけど、結局それをどう捉えるかっていう部分がないときに、何の議題を取らなきゃいけないのかっていうのが分かんない場合っていうのを指すと思います。なのでそのプリンシプルとは違う部分も入ってくるんですけど、ここら辺もプリンシプルに関係あるとして捉えてほしいのが、結局なんかこれを取ったらよくないって言ったときに、そもそもなんでこの人がやんなきゃいけないのとか、なんでこの人が動かなきゃいけないのかっていうところがないよねっていう視点を持ってほしいです。例えばそれがどういう意味を持つかっていうと、この人じゃなくて本来やるべき人がいるんじゃないかっていう、なんかこの政策を取るべきかっていう問いに関しての、まあ、なんか視点が出てくると思います。ただ具体的には、まあ、オルタナを出すっていう、あまりプリンシプルとは違う次元の対応からの上でのプリンシプルにこの政策じゃないよねっていう感じになると思います。あるいは、まあ、それに加えて自分がハームを出しているときに、その自分のハームっていうのが、その相手のっていうのがこの政策みたいな、この人がやるべきじゃないことなのにわざわざこの人にやらして、本来この人が役割を持ってるなんかができなくなって、こういうハームが起こっておかしいじゃんっていう感じのなんか視点を出してくれると、まあなんか有効なのかなっていうか、ちょっとプリンシプルの考え方が広がるのかなと思います。ちょっとここだけだと大雑把なんですけど、後でもうちょっと別の部分でプリンシプルについて話します。なので多分このいわゆるプリンシプルへの反論は下の雑な場合が多いっていう部分になるんですけど、どういうことかっていうと、その多分よく聞くプリンシプルっていうのが、なんかフェアネスが大事とかイークオリティが大事っていうのもなると思うんです。だからなんか CS だったらプロポーショナリティが大事っていう風になると思うんですけど、多くの場合なんかフェアネスって言って、でもフェアネスって何のフェアネスだっていうのが説明が抜けてる場合が多い。そのなんか公平って言っても 誰と誰の間の公平にするかによって多分全然意味が違うとか、そのなんだろう、例えば教育でその卒業した時点での公平さと、その卒業する、まあ、入学するときにその教育環境としての公平性っていうのは全然意味が違うかもしれないっていう感じで、単純にフェアにして投げられてもそれはまあよくわかんないよねっていうふうに終わってしまう。なのでさっきの説明不足のものには指摘して対応しようっていうのと同じように、なんか曖昧すぎるならまあ曖昧でよくわからんっていうふうに指摘してあげるのが大事だと思います。
で、まあ、余裕があれば、まあ、大体曖昧ってことはいろいろ解釈が自由で、なんか好き放題できるっていうことなので、なんか矛盾を指摘して潰すこともできるかもしれない。ちょっとこれは特殊な例かもしれないんですけど、例えばイーコールに平等性が大事だって言った時に、なんかだからなんか貧しい人なんかリッチからお金取ってポアにお金与えてどんどんイーコールにしようぜとか言った時に、まあ、もしかしたら大体そういうマイノリポアに言った時に、多分あいこっち側もなんか違うマイノリティに対してハームがあるとか言える場合が多いと思うので、なんか一部のかわいそうな人を平等にするために助けるために誰かがちょっと落ちてたら、それって平等を作るためになんか不平等を作るってよくあるねみたいになんか捉え直すことができるかもしれない。でそうなってしまう理由は、その平等っていうのが大雑把すぎて、なんかどこにも当てはめられるような説明で、まあ相手側が勝手にこれこの平等ってここの構図に当てはめるとなんか達成しないのおかしいっていうふうに、なんか勝手に解釈し直されて潰されたと。だから それを防ぐためにはより具体的にそのプリンシプルをするっていうことになるんですけど、まあ、それができてない相手ならば、そうやって曖昧なのをなんか分からんって放置するんじゃなくって、まあ、曖昧だから意味ないよねっていうのに加えて、曖昧だからこそそれってここに当てはめるとこうなっておかしいよね、だからそのプリンシプルってそもそも関係なくて立ってないよねっていうふうに説明するようにすると、まあ、いいのかなと思います。ちょっとここは実践というかいろいろ考えながらやってくれないとなんかあんまりしっくりこないかもしれない。そうで、これがそのプリンシプルっていうのがもうちょっと具体的だったりする場合についてだと思うんですけど、ここである主体の役割は複数存在するって言ってるんですけど、どういうことかっていうと、さっきからしつこく言ってるみたいに、プリンシプルっていうのがそのこの人がこれをすべきだっていうのを考えるときに、そもそもこの人っていうのはこういう人だよね、だから、まあ、人っていうかこの主体、なんか国際かもしれない、政府かもしれないっていうのがこういう人だか、こういう役割を持ってるから、これが大事で、こういう時にはこう対応するもので、だからこの対応でこの政策を取るべきではねっていう、まあ、背景の論理があると思うんですけど、っていう時に大体今話してる主体っていうのは複数役割を持ってると思います、まあ、政府だったら当然腐るほどいろんな役割を持ってると思います。まあ、みんなの自由を尊重するっていう役割もあるし、その法的にその社会の再分配っていうのを促す役割を持ってると思いますし、まあ、なんかマイノリティとかに対する援助という役割を持っているかもしれないし、でも同時にその勝手に個人の権利を剥奪してはいけないというような絶対的な義務を負っているかもしれない。まあ、そのウェルフェアとかもなんかみんなに対して平等にその福祉を与える、まあ、公共のものなんだかという役割を負っているかもしれないし、まあ、はたまたその特に公共福祉なんだから、その特に貧困層に対してのセーフティーネットとしての役割を持っているかもしれない。そのさっきとその一部として正しいなってまた返ってくるんですけど、その役割っていうのがいろいろあって、ただどれがどのくらい重要か、だから今回どの役割が正しいかっていうのはなんかわからないっていうか、そこでなんかディベートしてほしいっていうところがあると思います。なのでそのまた同じようにこの機関っていうのはこういう役割を持っているっていうのを自分に都合のいいのを選んできて、それがなんでその一番主要な役割なのかっていうのをこの期間そもそもこういう意味で作られたじゃんとか、実際今こういうところに主要な役割を果たしてるじゃんとかいろいろ説明して、その自分に言ってる役割の優先度が高いっていうのを示すっていうことをすると、まあ、具体的にプリンシプルが反論できるのかなと思います。っていうのは相手のプリンシプルが大雑把じゃない場合は、おそらくその何かの主体の役割っていうのはある程度、まあ、捉えてる場合がだと思うんですけど、それを潰したいならばどうしても、いやそれは一面的には正しいけどそれ以外にこういう役割を負ってて、この役割の方が今はそのこの世の中の中で
より大事になってきてるじゃん。その役割を果たせなくなるっていうのは、あっちの言ってる役割よりも果たせなくなることよりもやばいじゃんとかいうような対応になると思います。なのでそのさっきのプロセスに関する話と同じように、例とか理由を持って相手の議論に関係あるの下の役割よりも自分の議論が関係あるような役割っていうのが重要で、それが損なった方がその例えばウェルフェアとしてはやばいじゃんっていう説明をできるとまあ綺麗なのかなと思います。まあとそうだ、ここで書き忘れたんですが、あとまあお約束の話はまあアプリカビリティって教わってるかもしれないんですけど、プリンシプルが綺麗に立ったからといってまあ勝ちとは限らないっていうのは、プリンシプルっていうのはこういう仕事をしなきゃいけないって言ってる時に、それがその仕事をどれくらいできるのかっていう程度問題、これをしなきゃいけないって言ったらそれを全力ですべきなので、どうしても例外あるんですけど、そのプラの変化が付随します。なので疲労が強かった時にまあ一つ聞いていいのは、まあ、疲労に時間かけたからこそ多分プラがちょっとおろそかになってて、それは正しいけど、でも相手っていうのはそれはどれくらい守れるのかとか関係あるのか、そのプラ役割は正しいけど、今回の議題の変化によってその役割に対する影響っていうのはそんなに触れられてないよねっていうふうに指摘する、あるいはそこが大、そもそも影響が大事じゃん、で影響の部分を見るとって言ってプラに対するその変化に対する反応して、影響ないんだから、まあ、正しそうだけど、まあ、そんなに今回支障はないねっていう感じの対応もあると思いますっていうのはセットなんです。なので反論をについて軽くまとめると、まず間の話っていうのを現実に避けましょう。で秘訣っていうのは、まあ、それって例外的じゃないとか、そんなに怒んないじゃないとか削っていきましょう。あとはまあ、そうやって怒ってやばいかもしれなくても、なんでこいつを怒らなきゃいけないのか、この方法を取らなきゃいけないのかっていうところで、まあ、考えてみましょうと。でなので反論の、まあ、全部このチェックっていうのを踏む必要はないと思うんですけど、まあ、なのでどれか1個とかどれか2個とかなると思うんですけど、例えばこういう流れになるのかなっていうので、まあ、参考としてなんか反論をすごい細かく並べるとこういう感じで流れを踏むといいのかなっていうので、まあ書いています。それで本当に怒るの、そんなに怒りやすいので、怒ったとしてそんなにやばいことになるの、そもそもそんなになんか影響あるの、そんなお金が減るって言ってもそんなに減るわけじゃないじゃん、減るのは良くないけど、それだけちょっとの減るのってそんなにどうでもいいじゃんとか、いや確かにすごい一部の人にとってはすごい甚大かもしれないけど、それって本当に一部の人じゃん、その人に対しては特別な気がすればいいじゃん。でそうなんないんだから、その普通はこうなってだから問題ないじゃん。でさらにそうやってやばいって相手に言うたり認めたとしても、なんかそれって本当になんか議題を取る理由になってるのとか、何重にも反論できると、まあ、素晴らしいって評価されると思います。それでスライドの左下なんですけど、今までの話っていうのはだから、こうそうじゃないじゃん、そうじゃないじゃん、そうじゃないじゃん、そうじゃないじゃんっていろいろ言った時後にそれで終わってしまうっていう、なのでそれで全部反論言い終わった後に結論、相手の議論ってこう捉えるべきじゃないっていうのを一言添えるといいと思います。結論も相手の議論ってまああるかもしれないけど、めったに思わないし、そんなに普通やばくないじゃないとかいう感じになるかもしれない。場合によってはやばいかもしれないけど、そんなにこの理由、この議題取るのとは関係ないじゃん、だからなんかやばそうだけど、なんかこれをリグレットするって時にちょっとリグレットの対象ずれてるよね、議題と関係ないよねっていう感じになるかもしれないっていうので、その結論どう捉えるべきかっていうのは絶対最後に添えた方がいいっていうのは、いろいろ反応された後にじゃあ
議論弱まったけどどうなんだ、残ってはいるっていうのがジャッジに裁量が投げられてしまうことになってしまうから、そこで極力、まあ、反論したい意味がちゃんとあるように、こうやって反論したんだからこう捉えてくださいっていうのを一言最後にジャッジに、教えてあげるっていうような意味で、なんかだからこうです相手の議論はっていう結論を言うようにしましょう。あとこれ大丈夫ですか。それで今は反論したいところをぶつぶつ方法について話したので、まあ反論すべきイシューっていうか反論の対象で考えなきゃいけないよねっていう話をします。当然勝敗に関わるっていうのを考えるべきです。なのでコンセンサスっていうのは無視しましょう。どういうことかっていうと、まあ、書いてあるみたいに、そのメディアに関する議題でメディアがすごい社会の人々の知識に影響を与えて人々の価値判断に影響を与えるっていう話を相手が